皆さん、こんにちは。としきです。いよいよ開幕する VNL ネーションズリーグ、男子、名古屋大会なんですけども、選ばれた、龍神日本14名の紹介と、今回、名古屋大会で当たる4チームの対戦国の紹介をしていきたいなと思います。まあ、でもその前にまずですね、ここまで行われてきた龍神日本の、親善試合の結果を簡単に振り返ってみましょう。はい。まあ、親善試合ですね。まあ、4試合ありました。中国の2試合、ポーランドと2試合やりましたね。中国には、まあ、1初戦が 5-0、まあ、これね5セットフルでやったんで 5-0 になって、で2戦目が 3-1 で、ポーランドとは1戦目 3-2 で勝って、で2日目には 1-3 で敗れたという形になりました。で続いて、ネーションズリーグ2003、第1週名古屋ラウンドの予定を確認していきましょう。でまず6日火曜日、19時40分からイラン戦、9日金曜日19時40分からセルビア、10日土曜日、19時10分からブルガリア、11日日曜日19時10分からフランスというようなスケジュールになってます。続いて VNL 予選ラウンド第1週に選ばれた14人のメンバーをご紹介していきます。まず、オポジットが西田有志と宮浦健人、アウサイドヒッターが高梨健太、富田翔馬、高橋藍、石川祐希、貝正人、ミドルブロッカーが小野寺大志、山内昭弘、高橋健太郎、セッター深津明宏、関田正宏、リベロが小川智弘、山本智弘のダブル智弘ですね。まあ、名古屋ラウンドのメンバーはポーランドとの親善試合のメンバーがそのまんま14人選ばれるかと思ったんですが、まあ、ここに来て、合宿参加していた浅野が外れて、そこに、富田が入る形になりますね。まあ、したがってミドルブロッカーが3人で、アウトサイドヒッターが5人といつもとバランスは違うんですけども、まあ、その石川選手がですね、まあ、ポーランドとの親善試合2日目も出てなかったですけど、まあ、その時からちょっと肘の感染症があったらしく、まあそう、まあ、今は大丈夫みたいなんですけども、まあ、おそらくまあそれの大事を取ってというか、そこでもう一人ミドルブロッカーを減らす代わりに、アウトサイドヒッターを入れた、まあ、特に富田選手は、まあ、サーブレシーブの部分で評価されての、ここ選出だそうです。で続いて、まあ、この第1週のメンバーの中で、まあ、個人的な注目選手を、2人紹介していきたいと思います。まず1人目が、宮浦健人選手です。もうちょっとこのチャンネルを見てる方にはもうちょっと僕の推し選手として、認知されて初めているんじゃないかと思うんですけども、宮浦健人選手です。オポジットの選手で、今シーズンはポーランドのスタルニサで、活躍してたんですけども、なかなか、まあ、出場機会を得られず、まあ、控えのポジットという形で、ワンシーズン過ごしたんですけど、まあ、この前の、ね、中国との親善試合では特に 1日目ですね、1日目、1試合で6本のサービスエースを決めて、アタック決定率も、70% を超え、まあ、総得点でも19点でチームのベストスコアラーにもなりましたね。ポーランドとの親善試合です。親善試合でもその後、まあ、高いアタック決定率を残して、まあ、この親善試合4日間の中で一番活躍したというか、まあ、一番その数字を残した選手がこの宮浦健人選手なんじゃないかなと思います。まあ、オポジットのスタメンといえば、まあ、西田有志選手がここ数年はずっとスターティングオポジットとして君臨しているわけですけども、今年のクラブシーズンから、まあ、親善試合もそうですし、まあ、西田選手の調子があまり、上がってきてないように感じますので、まあ、そこでこの今調子経験の宮浦健人選手がもしかしたらですねスタメンに、食い込んでくるんじゃないかというところで、一つちょっと楽しみな選手ですね。あと特にやっぱり宮浦選手の武器となったのがサーブですね。中国との親善試合で6本連続のサービスエースを決めましたし、ポーランドでのクラブシーズンでは主にリリーフサーバーとしての出場が多かったので、そこで本当に磨き上げられたサーブっていうのはぜひ注目していただきたいなと思います。もう一人は、貝正人選手ですね。まあ、今年、初選出された、まだ19歳の、期待の新人なわけですけども、まずやっぱ2メートル台のアウトサイドヒッターということで、もう近年、だから僕の記憶の中で2メートル超えたアウトサイドヒッターは今まで日本の中でいなかったので、まあ、そういう意味でもすごく魅力的ですし、まあ、大きいからといってね、その動けないわけじゃなくて、すごく運動能力も高く、まあ、レシーブの方でもね、すごいサーブレシーブはかなり安心して見られるじゃないかなと思います。ただやっぱり
まだ経験というか、国際舞台での経験、シニアレベルでの試合の経験というのが少ないので、まあ、このですね、VNL を通して、まあ、しっかついとこのシニアレベルの経験を積んでいけば、本当にますます化けるんじゃないかなと思いますね。まあ、実際このシーズン試合でも、まあ、スパイク、高さのあるスパイク、そしてサーブですね、サーブも非常にいいものを持ってました。特に成功率も高く、効果率も高い、サーブ持ってましたね。映像で見てもすごく 音もすごかったですし、パワーもあると思うので、本当に日本のアウトサイドヒッターはオールラウンダー系で、やっぱりやや高さが足りない、世界と比べると高さが足りない、ポジションではあったので、まあ、そこに一つこうした、高さのある、まあ、そしてかつ器用な選手が出てきたっていうのは本当に日本代表にとってはかなり嬉しいことであると思うので、まあ、ぜひぜひこのネーションズリーグでぐっとね成長していってほしい選手の一人であります。では続いて対戦国4カ国を紹介していきたいと思います。まず初戦に当たるのはイランですね。イランは現在世界ランキング10位で、去年は世界選手権で13位、 VNL で7位という成績でしたね。で、まあ、今回第1週に、来日しているメンバーを紹介すると、ジェルベ、ムーサビ、ハズラトプール、アミン、エスファンディアル、マナビネジャと、ハジプール、バディ、ハンサテ、マネシュ、サレヒ、カリミ、バリスザ、サテ、シャリフィの14人です。見て、お分かりの通り結構やっぱり若手の選手多いですね。2000年代生まれもちらちらいますし、かなり若手中心ですね。イラン代表というのはずっとマルーフっていう、セッター、もうヒゲモシャモシャの仙人みたいなセッターが中心となってやってきたわけですけども、まあ、マルーフが引退してから今ちょうどあと、まあ、世代交代真っ只中というところで、まあ、特に注目されているのがオポジットのアミンであったり、アウトサイドヒッターのエスパンディアルというところが高さと、ポテンシャルを兼ね備えたところで注目をされているところですね。また、まあ、イラン代表の選手では、アウトサイドヒッターのエバディプールが、まあ、日本でも馴染みがあるありますし、まあ、今シーズンはミラノで石川祐希選手と共に、戦った選手なんですけど、まあ、今回エバディプールは、参加はしておりません。はい、で、まあ、イランなんですけども、まあ、今年ですね、まあ、オリンピック予選もあって、オリンピック予選で、日本代表はパリオリンピックの切符を取るのが一番ベストなんですけども、まあ、仮にそこで取れなかった場合、アジアの中で最高位、最上位のランクのチームに、オリンピックの出場権が、行くようなシステムになっているので、まあ、このイランよりも世界ランキングで上にいるっていうことは非常に重要になってくるので、まあ、このイランというチームは本当に負けられないチームになるのかなと思います。で次に、イランチームの中の、注目選手を紹介したいと思います。注目選手はこのセイド・ムーサビ選手ですね。ミドルブロッカーの選手です。まあ、かなりもうベテランですね。もう今年36歳になる、まあ、ベテランの選手なんですけども、もう10年以上イラン代表を支えてきたミドルで、まあ、203センチとね、まあ、身長はそこまで大きい選手ではない。まあ、203センチってそこまで大きくないっていうのも、まあ、ちょっとバレーボールがおかしいんですけど、203センチで、そこまで大きくない選手なんですけども、まあ、最高争奪点は360以上ありますし、まあ、あともうブロックの動きがものすごく速くて、もう、その、ブロックないと思って打ったところに遅れてバーって飛んでブロックされるというパターンもありますし、またやっぱり、クイックとか、パイプ攻撃に対するリードブロックの反応もものすごく速いので、もうブロックの動きの速さはものすごいですし、あとやっぱクイックのパンチ力もすごいですね。もう映像でも見てて分かるぐらいそのパワーがあるというか、パワフルなクイックをドッカンと立ち込んでいくので、そういう意味で本当非常に攻守ともにですね、存在感のあるミドルブロッカーとなっているので、まあ、本当に日本の選手もお手本になるようなミドルブロッカーの一人なんじゃないかなと思います。だからやっぱり日本戦においてはこのセイド・ムサビ選手をいかに、機能させないかというところが一つ重要な、試合の鍵になってくるんじゃないかなと思います。で次、第2戦
金曜日に対戦するのはセルビアです。で世界ランキングは11位で、2022年は世界選手権では9位、 VNL では11位というような成績でした。まあ、今回来ている選手を紹介すると、カプル、マシュロフィッチ、カティッチ、クラスマノビッチ、クユンジッチ、バタック、ペリッチ、カヨビッチ、ルブリッチ、クルステスキ、ペトロビッチ、トドロビッチ、ウチチェビッチ、ナデリコビッチの14名です。はい。もう、ウチッ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 チって感じ。このセルビアとかね、旧ユーゴスラビアの名字はやっぱなんとかっちっていうのが多いですね。テニスで有名なジョコビッチも、ね、まあ、セルビア人ですけども、なんなんちってなったら、あ、セルビア人なのかなっていうのが分かるかなと思います。まあ、セルビアは本当に伝統的に強いチームなんですけどもね、2019年の欧州選手権優勝以降は主要な大会でメダルを獲得できておらず、まあ、東京オリンピックもね、出場を逃してしまいました。まあ、結構、まあ、今回は、日本戦、この名古屋ラウンドには参加してないですけど、本当にセルビア代表は、まあ、コバチビッチ、セルビア代表は本当コバチビッ、あの左利きのコバチビッチとか、あとミドルブロッカーのビシナツなど、まあ、ポーランドやイタリア、まあ、ロシアのトップリーグで活躍している選手が多いんですけど、まあ、なかなか、下が育ってきてないというか、新しい選手が、ね、育ってきてないので、まあ、ここ、その新戦力の台頭が一つ、このセルビアの復活の大きな鍵になってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただやっぱり、若いとはいえ、高さは本当に200センチ中盤から後半の選手がゴロゴロいるので、本当高さは本当申し分ないチームだと思うので、まあ、日本代表というところ、日本代表が戦う上では、まず、ブロックですね。このセルビアのブロックに注意が必要になってくるのかなと思います。注目選手はこのオポジットのルブリッチ選手です。まあ、セルビアの、まあ、今回、日本に来たメンバーの中では、まあ、一番、まあ、年齢的にも経験的にも、豊富な選手で、まあ、チームを引っ張る立場になるんじゃないかなと思ってます。まあ、過去にはですね、2016-17 シーズンには JT サンダースでも、プレーしたことがあるので、日本の皆さんにも、まあ、おなじみな選手なんじゃないかなと思います。はい。まあ、JT から退団したとは、主に、まあ、ロシアリーグで、プレーをしていて、まあ、昨シーズンもロシアのノボシチビリスクというチームで、まあ、オポジードとしてプレーをしていました。またですね、日本代表の深津明宏選手とは、まあ、JT 自体にチームメイトだったこともあるので、まあ、そこのなんか元チームメイト対決というところも一つ注目ポイントかなと思います。次土曜日に対戦するのがブルガリアです。ブルガリアは世界ランキングは23位、今回戦う4つの国の中では一番低いですね。2022年は世界選手権20位、 VNL14 位とちょっと振るわない年となりました。今回の第1週の登録メンバーはブラトエフ、コレフ、アタナソフ、コツェフ、アスパロコフ、セガノフ、カリアギン、グロスダノフ、ディミトロフ、ポーズヒロフ、ベンチェフ、ドブレフ、ニコロフ、ペトロフの14名です。ブルガリア人は何年フフ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 フが多いですね。はい、まあ、ブルガリアは本当に昭和の時代から、強豪国であったわけですけども、2010年代以降、まあ、特に、まあ、2012年のロンドンオリンピックでは第4位という結果を残したんですけども、まあ、それ以降なかなか目立った成績は残せておらず、去年の世界選手権ではまさかの予選敗退を喫してしまいましたね。まあ、ただ、今シーズンは、このJテクトスティングスでも活躍した、カジースキー選手、マティカジースキー選手が代表に復帰したということで話題になりました。が、まあ、今回のこの VNL では、まあ、名古屋ラウンドのみならず、最後まで参加はしないんじゃないかなと言われております。ただ、このカジースキー選手の復帰は、このブルガリアのですね、躍進の鍵となることは間違いないでしょう。でこの VNL の今回の、名古屋ラウンドメンバーの中には、まあ、今季パドバで高橋藍選手と共にチームメイトだった、アスパルフォク選手がいたり、あとプレーオフ準決勝で石川選手のミラノと激闘を繰り広げたシビタノーバの、まあ、ニコロフ選手がいたりとね、結構やっぱり世界ランキング一番低いと言いながらもかなりこちらもトップリーグで、ね、活躍した選手がチラ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 いるので、なんだかんだ、今回この日本名古屋ラウンドで日本と対戦する国の中では一番
個人的には厄介なチームなんじゃないかなと思ってます。またですね、このセッターの、ゲオルギー・ブラトエフ選手、1番の選手なんですけども、まあ、かつてその J テクトスティングスに、所属していたバレンティン・ブラトエフ選手の、双子の兄弟で、もうめちゃめちゃ顔が似てるんで、まあ、ここも、まあ、もしよろしければ注目してほしいなと思ってます。ブルガリアの中注目選手として挙げるのが、アレクサンダル・ニコロフ選手ですね。アウサイドヒッターの選手です。先ほどもちょっとちらっと紹介したように、チビタノーバ。今シーズンはイタリア・セリアのチビタノーバに所属して、チビタノーバの準優勝ですね、リーグ準優勝に大きく貢献した選手です。もうベストスコアラーもありましたし、本当に試合によってはアタック決定率、サイドアタッカーのに 80% とか、80% 近くのサイドアタック決定率を叩き出した試合もあって、本当に一度乗せたら止められない爆発力を持っている選手ですね。お父さんもすごい選手で、かつてね、東レでもプレーしたことがあるウラジミール・ニコロフ選手。まあ、元ブルガリア代表のオポジットの選手なんですけども、まあ、その選手を父に持つ、まあ、サラ・ブレットでもありますね。本当、まだまだ19歳と若い選手なんですけども、これからもうブルガリア代表を、まあ、10年、15年と、支えていく選手になるんじゃないかなと、思ってます。はい。まあ、そして日曜日最後に当たるのがフランスです。まあ、世界ランキング3位。で、2022年の成績は世界選手権5位ですね。まあ、日本が準々決勝で敗れた相手ですね。V ネルでも優勝。V ネルもそうですね、準々決勝で敗れた相手ですね。あ、いや、世界選手権は1回戦でしたね。準々決勝で、ね。ベスト16のところで敗れた相手でしたね。今回名古屋ラウンドで当たるチームの中では一番世界ランキングが高いチームでもあります。まあ、ただこのフランス代表も例に漏れず、若手選手を多く、日本に呼んでます。コー、モッタパエス、ティエリ、ラマン、ヘンリー、ブールド、ポトロン、ディエス、フォール、バシッチ、カール、ジュフォア、エノ、ロエリーです。まあ、多分、結構、ね、フランス人の名前、カタカナで言うとこんな感じなんですけど、本当は、とか、なんか、すごい、発音があるんで、多分実際に聞くと全然違うんでしょうけど、ちょっとカタカナで表すとね、こうな感じ。これが限界でしょうね。まあ、フランスの特徴といえば、やっぱりその、守備の形ですね。まあ、伝統的に守備型のチームで、まあ、硬いディフェンスから本当に難攻、オリバーですね、多彩な攻撃を仕掛けるところがフランスの特徴かなと思います。まあ、チームの中心は、まあ、エンガペっていうアウトサイドヒッターの選手がいるんですけども、まあ、今回は、まあ、来日せずに若手中心で挑んでいます。まあ、ちなみにこのメンバーの中でオリンピック金メダルの時に、組み合う時のメンバーだったのは7番のティリと16番のブルドーだけですね。この2人以外は、オリンピックメンバーじゃない選手が今回は日本に来ております。まあ、ちなみにこの7番のティリ選手は今現在、日本のパナソニックパンサーズで監督をしている、ティリ選手の息子さんですね。次男さんです。で、また、この5番のモッタパエスっていうセッター、若手セッターなんですけども、彼は、まあ、元、パナソニックでコーチしていたマウリシオコーチの息子です。ありますね。だから、なんか、今回のフランスは、パナソニックジュニアスみたいな、パナソニックジュニアスかわからないですけど、まあ、だからそういうような、ちょっと構成にもなっちゃったりしてますね。はい。まあ、日本は本当フランスに対してはすごくまあ苦手というか、まあ、昨年も VNL でも世界選手権でもどちらでも負けてしまったので、まあ、苦手なチームではあると思うんですけど、まあ、今回はね、この若手中心のフランス代表なので、これに負けちゃいけないですね。これ絶対勝たないといけない相手になるかなと思います。このフランス代表での注目選手はもうケビン・ティリ選手ですね。さっき話した、ティリ。パナソニックパンサスのティリ監督の息子さんなんですけども、まあ、この彼は本当に約もう10年かな、10年ぐらいにわたって、フランス代表のね、この2010年代のこのフランス代表の快進撃を支えた立役者の一人で、まあ、本当に攻守のバランスがとても優れていて、今シーズンはポーランドリーグのワルシャワでプレーしていて、まあ、そのワルシャワでもね、本当に攻守にわたって活躍して、まあ、ワルシャワチームを支える選手の一人でありました。でなかなか本当に高さも身長も2メートルありますし、高さもあるし、まあ、本当守備が特に彼は
いい選手なので、なかなかやっぱりこのケビン・ティリ選手を、ね、サーブで崩すのは難しいでしょうから、まあ、サーブのターゲットとしては、ね、ケビン・ティリ選手じゃない方のアウトサイドヒッターを狙っていくっていうところが一つポイントになってくるのかなとか思います。まあ、ちなみに僕も今ワルシャワに住んでまして、まあ、ワルシャワの試合もよく見に行って、試合終わった後にティリ選手の話をすることがあったんですけど、まあ、彼は本当あのラーメンが大好きみたいで、あのちょうどですね、インスタでもなんかラーメンを食ったりしてる、ストーリー上げてたんですね。まあ、でも最初話をした時には、やっぱりこの名古屋、第一週の名古屋ラウンド若手中心で行くから、まあ、残念だけど自分はちょっと多分名古屋ラウンドに行けないかなっていうのを言ってたんですけど、まあ、でも実際に、で、まあ、蓋開けてみると選ばれて、で、なんかインスタのストーリーとかでもね、日本の寿司やラーメンとか楽しんでるみたいで、とても嬉しいですね。なんかまた話す機会があったら、ちょっと日本の感想も聞いてみたいなと思います。ということで、こんな感じで、レイ・リュウジン日本の VNL2023、名古屋ラウンドの登録メンバー14人と、まあ、その対戦相手のですね、4カ国のチームをそれぞれ紹介してきました。はい。本当にいよいよ始まるというところで、まあ、昨シーズンはね、VNL ファイナルに行って、ベスト8というところでしたけども、まあ、今シーズンも必ず VNL ベスト8行ってくれますし、まあ、その先のメダルというところもね、本当になんか夢じゃなくて現実的にあの可能性があると思うので、まあ、しっかりとみんなで、応援していきましょう。はい、ちなみにこの VNL テレビではね BS、TBS で全試合生放送されてるんですけども、まあ、BS が映らないとかそもそもテレビ持ってないという方はですね、Unext がおすすめです。こちらの Unext ですね、まあ、全試合、ネットで生配信されますし、無料トライアルを使えばですね、31日間は無料で、この VNL も視聴することができるので、まあ、ぜひ、まあ、このまだね、申し込まれてない方はね、この機会にぜひぜひ、Unext をご利用ください。そちらは概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではですね、以上で、終わりたいと思います。それでは、頑張れ、日本。